別れる理由。じゃあいいかな、メリッサの役はウィノースキー刑事。どんな映画なの？それからジェイソンはマリガン刑事ね。ブランドン。冤罪を晴らす男の話だよ。それコメディなの？うん、笑えるよ。じゃあトガキを読むね。ブランドン、ウィノースキーの方をやりたい。ダメ。私マリガンでもいいわよ。ダメ、勝手に変えるなよ。じゃあトガキを読むよ。ブランドン、やっぱり変えて。別に構わないじゃない。わかったよ。じゃあ交代。メリッサがマリガンで、ジェイソンがウィノースキー。違うよ、ウィノースキーだって。じゃあ始めましょう。よし。覆面パトカーの中、早朝。マリガンとウィノースキーはコーヒーを飲んでる。ごくごく。ごく。運転してるのはマリガン。ごく。ごく。ごくごく。ごく。で、二人はコーヒーを飲み終える。ごくごく。ほら、もう飲み終えたよ。ごく、飲みすぎた。で、コーヒーカップを置く。ねえ、もう飲み終えてるの。だからカップを置くんだって。うん。マリガンが喋り始める。やあ、ウィノースキー。今日は随分おとなしいな。どうしたんだ？はぁ、ちょっとね。何があったんだ？夫が出て行ったの。え？ねえ、ブランドン、キャスティング最悪。やっぱ私がウィノースキーよね。うん。少し休まない？ダメ、交代して続けて、アクション。夫が出て行ったの。僕がいるだろ。実は前から君のことが。そこでマリガンがキスしようとするが、ウィノースキーは拒否。キスしよう、ウィノースキー。今はダメよマリガン。それにあなたのことは嫌い。さあ仕事しましょう。ちぃ、参ったな。じゃあ行くわね。いて。ドアを思いっきり閉めて出てく。わかった。あー、いてて。もっと強くてもいいな。はい、やって。いて。強く。いて。いて。いて。まだ？いて。財布を忘れたことにしよう。いて。書き直すから、もう一回やってくれる？やだ。ええ、やり直しましょう。絶対にやだ。いて。オッケー、よかったよ。じゃあシーン2。場所は、日本式の銭湯。夜。なんだかいい匂いだね。今夜おばあちゃんが来るのよ。おじいちゃん死んだの？理由は知らないけど、突然来るって。デザートも作らなきゃね。お砂糖は大さじ1杯でいいわね。あ、ママ、火が出てるよ。ほら、ね。ちょっと！うお！どうしましょう、ブランド、慌てないで。うん。でも、大さじってどういう意味なの？ブランド、逃げて。それは冷凍にしとくんだ。ブランド。大丈夫だよ、大した火事じゃないし。妹を連れて早く逃げて。カメラが先でもいい？ダメよ、早く妹を。早く急いで。わかった。あと引き出しにある私の財布も持って行って。場所なら知ってる。なんであなたが財布のある場所を知ってるのよ。え、ブランドン。何？どうしてあなたが財布の場所を知ってるの、ブランドン。ブランドンはただいま留守にしております。説明しなさい。ねそれより消防署に電話した方がいいんじゃない？もう大丈夫ですよ、奥さん。ありがとうございました。この程度のボヤなのに大げさに慌てちゃって。もう、いや、どんな大火事も初めはボヤですからね。そうね。ほら、ママ。あんな家もういいよ。どうしたのよ。私離婚するわ。あ、そう。でもちょっと待って、今こっちも何かと忙しいとこなのよね。消防車は見える？あとほらキッチンも燃えてん。また大げさなこと言ってねえ。ポーラ、火事はどうだった？私離婚するのよ。彼女もびっくり。私離婚するの。そうですか。ホース貸してもらえる？パパ、どういうことなのよ。そうじゃないんだポーラ。離婚は僕たち二人で話し合って決めたことだしな。お互いのためにもいいと思うんだ。わかるだろう？わけわからないこと言わないで。まあそうはめくな。なんで落ち着いていられるの？グラスについたシェリー酒のおかげかな。何杯飲んだの？確か6、7杯かな。パパ、ご近所のフラナガンさんもこんな感じだったぞ。まあ彼らんとか猫もいたから大変だったけどな。今はフラナガンさんは関係ないでしょ。だからわめくないよ。パパ、なんだいポーラ。ねえ、いいから聞いて。何があろうと離婚は。もっとこぼれちゃ。おばあちゃん、ドリス？そう呼んでんね。まず
この度は誠にご離婚おめでとうございます。どうも。浮気が原因なの、訳を教えてくれる？どこまでが浮気かしら。ああそうだねでもさ、離婚で一番苦労するのは子供だから、ちゃんと面倒見てあげないとね。さっきパパと話したわ。ショック受けてるわよ。もうやめてよ。あの男にショックを与えるには電気椅子くらい持ってこないと無理ね。表層剤を取り上げるのもいいかもね。それよりお腹空いちゃったわ。いいかみんな、お前らに成績をつけなきゃいけないそうだ。でもこれまでのことは忘れたし、適当に行くぞ。やったー。おい、全員がいい成績になるわけじゃない。誰にも A はやらんぞ。いいな。まずは B プラス、開始価格は5ドルだ。ねえコーチ、うん、私はいつも A よ。いや今回は違うな。余計なこと言ったから、お前は D だ。 B プラスのためにコーヒー買ってくる。なんだって？ B プラスよ。コーヒーとはうまいこと考えたな。でも C 止まりだ。いいな。 A。 ブラックを砂糖入りで頼む。わかった。次はフェントン。靴を磨くよ。フェントン失敗したな。お前は F だ。マグワイヤーさん、僕は洗濯するよ。真っ白にするよ。うん、真っ白にする。色物を分けるし、フェリー、フェリー。何ボルタ、ね、フェリー。ボルタ。柔軟剤も使うね。フェリー、フェリー、フェリー。二人ともうるさいぞ。お前ら二人合わせて D だ。いいな。わかった。やったー。二人で 2D だ。ああ、A をやるから黙れ。全員グラウンド40周だ。成績もアップだ。やったー。あのマグワイアさん、ママがねキッチンを直す大工さんを探してるんだけど知らない？俺はイエローページじゃないぞ。ん？うちが火事になっちゃってさ、誰かいい人いないかと思って。本当か？うん。ママには頼れる男が必要か？うん。え？あの、休むなフェントン。運がいいなブランド、いい人がいるぞ。腕が立つし値段も安い。電話番号教えてくれる？俺だよブランドン。たく鈍感なやつだな。ああこの俺が引き受けてやろう。マジで？うん。前に現場で働いてたポーラも知ってる。へえ。だから俺に聞いたんだろう。喜んで引き受ける。ちょうどお金も必要だしな。実はうちも今改装中なんだよ。コーヒー買ってきました。どうしたの？ああ耳の中が痒くてな、むしゃくしゃするんだ。経験あるだろ？ないわよ。まず窓にキャビネット、カウンター、ペンキにビールと。ポーラほら見積もりだ。口頭でいいのに。現場じゃいつもちゃんと書面にしてたからな。あそう。人件費と材料費は別にもらうからよろしく。ちょっと、まあ違う、込み込みだったよ。これで全部だ。でも見積もりだから変更もあるぞ。そういうもんだ。まあ他よりも安いみたいね。仕上がりの方もそれなりだけどな。私は外でタバコを吸ってくるわ。おい、あれ誰だ？ジョン、私のママよ。ママ、こちらはマグワイヤーさん、キッチンを直してくれるの。はじめまして。どうも。オッケー。よろしくな。じゃあねママ。どうですか？マグワイヤーさん、なかなか可愛い名前だな。タバコを吸いに行くんじゃなかった？ママ。ああそうね、マグワイヤーさん、ちょっと質問してもいい？あんたうちの子騙したりしないだろうね。ママいい加減にしてよ。無駄金を使いたくないからね。出すのは私でしょ。おやおや、お前にそんな余裕あるのかい？これくらい払えるわよ。すごく貧乏なの。母子家庭だしね。支払い私がするわ。私が払う。両方でもいいぞ。わざわざうちに来て余計なことしないでちょうだい。助けが必要でしょ。なん、もしかして家事もあいつが？ブランドン。何？おばあちゃんが来てるんだって。おじいちゃんと離婚するから引っ越してきたんだってさ。なるほどね。ブランドン。何？離婚するには年を取りすぎてないかな。離婚するのに年は関係ないだろ。年寄りだって好きに離婚できるさ。でもさ、あの年で離婚なんてバカらしくないかな。付き合いが長いから。もう残されたガスもわずかだし、ブレーキは無駄でしょ。男と女はどうせ別れるし、少し時間がかかっただけなんじゃない？かもね。でもジェイソンの両親は仲いいじゃん。そういえばそうだったわね。勘弁して。驚きだよね。素敵だ。本当素敵。史上最高に素敵。他に聞いたことない。うちも別れそうなんだ。またまたご冗談を。いや本当。マジで？離婚スレスレって感じかな。うん。本当にそうなんだ。
コーチ、仕事の方はどう？現場監督みたいな口聞くな。はい。よし。よー、ブランドン。何？工具を貸してくれ。うん、押し入れ。どこにも置いてないぞ、ブランドン。え、工具だらけじゃない？いや、でもな、俺が探してるのは、これじゃない。自分のやつを持ってくればよかった。これなんだ？ん？メジャーだけど、知らないの？ああ、金槌はないか。まあメジャーでもいいか。うん、代わりになるんじゃない？ああ、ここを持って向こうに行け。じゃあまたね。よし、いいぞ。もっともっと下がれ。まだまだ伸びるぞ。それは行くぞ。痛い。痛いだろ。親父によくやられたんだ。俺たちも親子みたいだな。だね。ああ、じゃあ俺は外に行って浮気でもするか。あなたダンパーさんね、ええ、逮捕しろマリガン。観念しろ。お前には黙秘権と喋ったら殴られる権利がある。いいな。無実なんだ巡査さん。刑事だ。刑事巡査。違う、ウィノースキー刑事だ。あなたはマリガン刑事でしょ。ウィノースキーは私よ。ああ、そういえばそうだ。いいから早く続けて。まあいい、クソが。クソ虫め。でも無実なんだ。みんなそう言うのさ。いた、あ、心臓が。彼女素敵だろ。彼女が離婚できたら僕たち結婚するんだ。一体何の罪で。クソ虫の分際で俺に質問か。なんでこんなひどい目に。刑事だから、それが理由だ。あ、なるほど、カット。今の最高。ブラーボー、みんなブラーボーよ。お声援ありがとう。ありがとう。名前はなんだっけ。ねえ、ブランドン、年寄りの女性は映画に出てこないのかしら。あ、出ないよ。なんとかしてちょうだいよ。最近お楽しみと縁がないのよ。あ、じゃあ大家さんの役があるけど。ブランドン、勝手すぎないか。よい、アクション。ダンパーさんをどこへ連れてくんです。家賃も滞納してるのに。なーに、おかみが代わりに払ってくれますよ。新しい借り主はどうするの。お金の問題じゃないんだよ。年老いた女性が一人きりこのアパートで孤独に暮らせってか。え、刑事さんよ。ああ、なんで胸を触るのかな。これどこのシーン。カットカット。すごいよドリス、本当予想外の展開だよ。わお。ありがとうブランドン。ちょっとタバコ吸ってくるわ。あんたたちはダメよ。お疲れ様。名前は。ああ、くそ、うまくいかねえな。コーチ、くだらないこと聞いてもいいかな。なんだ。なんで切る前にちゃんと長さを測っとかないの。ああ、ちょっとおかしく見えるけどな。こいつは木足っていう特別なテクニックでな、一流の大工だけに許される技だ。ついでにお願いがあるんだけど、それ触ってもいいかな。でんのこか。うん。気をつけろよ。わあ、ねえ、これ高そうだね。ボタンで動くぞ。わかった。ちょっと出てくる。また後でね。またな。ブランドン、ブランドン。キッチンにいるよ。ああ、あのね、ちょっと手伝ってほしいことが。ママ、何してるの。洗濯の手伝いよ。やめてよ、もう何もしないで。ああ、ねえポーラったら、もうそんなにいちいち怒らないでよ。なんでわざわざ畳直すのよ。だって畳み方が下手だからよ。いつもその畳み方でやってるからいいの。ブランドン、あなたは映画でも撮ってなさい。でも、ほら、ブランドンは俺を手伝ってるんだ。早く行って。わかった。ポーラ、少し落ち着いて。大人らしくしたの。大人らしく？ねえ、ジェイソンとメリッサのご飯ある？あるわよ。あ、わかった。大人らしく？まるで子供みたいよ。子供？まるで統計だな。金でもかけるか。じゃあ、いただきます。ほんと行儀のいい子だね。どうも。そういう子は嫌いなの。ごめんなさい。まあまあ、いい加減家に帰って。今日が最後よ、いい？ミートボールのおかわりはどう？ああ、こいつはうまいな。ちょっと、ポーラ、私を追い出す気？ねえ、メリサ、ほら。かっこいい。U ボートだ。U ボートだ。U ボートね。パパ、何しに来たのよ。寂しくてな。シェリーも亡くなったし。止まってもいいかな。うん、もう。なら私が出てく。いいか。いや、じいちゃん。ブランド、元気にしてたかい。いや、本当に大きくなったな。うん。
ああ、もう部屋に戻るね。私とおばあちゃんってほんとそっくりなのよね。それって背の高さのこと？高校のプロムの時の話だけど、これ前にしたっけ？おばあちゃんが邪魔でもした？彼氏が迎えに来なくてプロムには行かず家で一人泣いてたんだけど、実はおばあちゃんが彼と。もしかしておばあちゃんを殴りたいと思った？ええ。でもいい思い出でしょ？は？僕との思い出はどう？まあまあ、まだまだ足りないかもね。あとどれくらい必要かな？今からどう？打ち合わせに行かなきゃ。思い出は？ああ、勘弁してよ。思い出がなくなるわよ。そんな、でも大した思い出じゃないでしょ。調子はどう？なんだポーラか、脅かすなよ。まったく。ほら見ての通りさ、全然だ。いくらやっても終わりはしない。いつになったらできるやら。ビール飲む？さっき飲んだけど一杯もらうよ。ねえ、どうしたのジェイソン、もしかして病気？心が痛むんだ。無垢な心が血を流してやる。うちも離婚しそうなんだ。え？あら、ひどい。ああ、そうさ、本当にひどいよ。うわ、ちょっと待って、また喧嘩してる。やめろよ、今友達と電話してるんだから。これすごいね。ああ、本当にひどいよ。とうとううちの親も離婚だ。ああ、ちょっと待って、まただ。やめろよ、チキンは嫌いなんだよ。やめろってば。そう怒鳴らないで、頭がおかしくなるよ。あ、ジェイソン、なんで怒鳴るの、なんで怒鳴るのさ。ジェイソン、なんで、やめてくれよ。ジェイソン、やめろって。親が離婚しそうになって初めて君たちの気持ちが分かったよ。きっと明日には離婚しちゃうよ。ねえジェイソン。何？君の親離婚しないでしょ。え？二人とも仲いいでしょう。まあね。今そこにいないでしょう。そうかな。そう言われれば。もういいよジェイソン。仲良く暮らす親だっているわ。ああ、君のせいじゃない。ええ、あなたのせいじゃない。ありがとう。ああ。わかったよ。今何してんの？あなたが来るの待ってる。そんな約束したっけ？うん。した。ああ、ごめん。でもうちの親が離婚するふりに忙しくてね。なるほどね。でももうバレバレよ。じゃあ今すぐ行く。そして、この仕事からは絶対に逃げないって言ったろ。そう言ってたね。ああ、で負け犬じゃない。うん、そうだね。やると言ったら絶対にやるんだ。うん、わかるか。うん、ファイターだ。だね。どうだ、すごいよ。でもやめだ、ママに伝えてくれ。自分で言うのは恥ずかしいしな。俺は負け犬さ。これを読んどけ。その1、ストーブは使うな。使うと火事になるぞ。その2、トイレは使うな。その3、トイレに入るな。わかった。俺は経験済みだ。うん。パイプを間違えたせいで流れやしない。以上が忠告だ。コーチ、コーチ、コーチ、コーチ。キッチンは？キッチン？修理途中でしょ？詐欺にでもあったと思え。え、でもそんなんでいいのかな？うん。詐欺だったのか。裁判で会おう。またね。ねえママ、今ここで何してるのかな。洗濯物を全部畳み直してるのよ。映画作るのにドリスを誘ってもいいかな。ええ、もちろんよブランド。よかったわね、二人仲がいいみたいで。こっちはダメだわ、どうしてもうまくいかない。
ありがとうママ。ところでおじいちゃんだけど臭くて困るんだ。生ゴミの日に捨てて、重けりゃ手伝うわ。匂いだけじゃなくてさ、その行動とかもなんか変だよ。俺のケーキは終身刑、しかも3倍。お前はどんな罪を？無実さ。そうかそうか。だって何もしてないんだ。そう不平を口にするな。与えられた運命を受け入れろ。あ、でも僕は本当に無罪なんだ。じゃあ文句言えばいいのに。よう犯人。いや。なあ所長さんよ、こんなとこに何の用だ。大家さんが面会に来たぞ。大家さん、僕をこっから出して。その前に家賃払っておくれ。ええ、あ、まあ家賃ならちゃんと払います。そんな金ありゃしないくせに、ダンパー。ねえ、今の台本にないよ。大丈夫だよ、金ならあるんだ。つまりベッドの下に隠してあるからね。ついに口を割ったね。お前は本当に頭が悪いね、ダンパー。僕はバカだって。成功だよ、ウィノースキー。やったわね、マリガン。そうだとも、マリガン。やったー。マリガンにウィノースキー刑事。ご名答。まさかおとり捜査だったの。ご名答。でもそんなの台本には書いてなかったじゃないか。ドリスのアイディアよ。カット。まだ芝居の途中だよ。いいじゃないの、ブランドン。あなたの本は良かったけど、変更した方が絶対に面白いわ。ちょっと向こうで話そうか。タバコ吸っていい？僕も。私も。吸いすぎに注意ね。